東京競馬、11レース、ブラジルカップ、2100です。能力偏差値ですが、B ランク2等、C ランク5等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。指数は 青色の折れれ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定二重丸を打っています。6枠11番、牛バテ走路です。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、 連帯確率は高いです。前場比較のグラフへ切り替えます。この馬の緑色はトップグループの一角であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2100メートルとなります。指数がピークとなっている。一層前はピンク色の着順が3着で、紫の丸が1800、1800が適距離ですが、2。走前の紫の丸。 今回と同距離の2100では、まずまずの指数をマークしています。2100は守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが5頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、 この馬の脚質を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は38で13位です。上がり指数は77でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価をしていいです。 馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。馬場が渋ると、指数を上げています。明日も、馬場が渋れば、プラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸1目盛りが2週間の1回催を表します。今回は、20週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。3枠5番、北のビジョンです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は、紫の丸が2100、2100は適距離です。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は46で10位です。上がり指数は63で3位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、金 馬体重が減少すするとと指数を上げています明日も、馬体が絞られていればプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は25週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。7枠13番名将粉塵です。能力偏差値は3位で。 偏差値ラランンククは C ランクとなります。金5層では、前層、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。指数の青線の傾向を見ていきます。金層は、指数の青線が右肩上がりで調子が上向いています。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が2線、2線が適距離ですが、 3層前の紫の丸、今回と同距離の2100では、まずまずの指数をマークしています。2100は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一層前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は95でトップです。上がり指数は49で13位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。 展開面は、プラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は14週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。4枠7番、デルマルーブルです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では4層前。 5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている5層前は、紫の丸が2000、2000が敵距離ですが、4層前の紫の丸、今回と同距離の2100では、まずまずの指数をマークしています。2100は守備範囲です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっている5層前は6番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は44で12位です。上がり指数は52で11位です。上がり指数は全く評価できません。差せない高いリスクがあります。展開面はマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。今回は、 19週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。5枠9番、ロードリバーサルです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、 連帯四角は十分ですす距離適性を見ていきます指数がピークとなっている一層前は紫の丸が21002100 21は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている一層前は後ろから後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は65で6位です上がり指数は57で8位です上がり指数は評価できません させないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。今回は25週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。以上の適正分析を考慮しました。最終のの予想印でですす本命20を打ったのは、は、11番、牛バテ走路です能力偏差値は トップの B ランクです。展開とレース感覚と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは5番北のビジョンです。能力偏差値は2位の B ランクです。レース感覚にリスクはありますが距離と展開を高評価しました。黒三角を打ったのは13番名勝粉塵です。能力偏差値は3位の C ランクです。レース感覚と 対戦成績にリスクはありますが、展開と、調子を高評価しました。白三角を打ったのは、2番、レッドソルダードです。能力偏差値は、7位の C ランクです。距離と、展開と、レース間隔を高評価しました。